皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋彩加子です。本日のテーマは教室業の売上高を2倍にする3つのコツということについてお伝えしていきたいと思います。まずですね、教室業っていう業種業態において売上高っていうのはやはり皆さんのね注目するところ、着目するところだと思うんですよ。でこの2倍っていう言葉が若干微妙なニュアンスを含むんですけど、なぜならばですね、10万円の人が20万円にする時の2倍と100万円の人が200万円にする時、1000万の方が2000万にする時ってなると全然違うじゃないですか。なので、どれくらいがいいのかなっていうところによるんですけど、まず第一弾、皆さんがね目指したいってよくおっしゃる20万から30万、それのちょっとね現実味を帯びた方がやる気が出るかなと思うんで、20万円あたりをねちょっと一つの基準値で考えてみようかなっていうふうに思ってます。で2倍にするってえらく大変なような気がする方も多いかもしれないんですけれども、中身をしっかり精査してどこに力を入れて頑張るかっていうのを考える分においては2倍って案外大変じゃないっていうことを知ってもらいたくって今日のお話をするっていう感じなんで、はい、そちらの方をねお伝えしていきたいと思います。はい、それではですね、本題の方に入っていきたいと思います。まずですね、売上高を2倍にする、じゃあそれがね20万円の月商だったりするときにそれを2倍にするどういうふうにしたらいいのかっていう、まずベースになる売上高を上げるためにはっていう、もうこれは原理原則、3つの原理原則しかないんですよ、基本的には。でそのまずねこの基本が分かってないとその先の話がないんで、そちらをちょっとお伝えする。これは私が提唱してるわけじゃなくて、昔からちゃんとそういうその筋の方がねおっしゃってる原理原則なんですけども、まず一つ目は新規の方を増やすこと、新規顧客を増やすこと、これ一つ目です。売上を上げるんだから、当たり前って当たり前ですよね。で大体皆さんここを頑張ろうとするケースが多いです。はい。で2つ目、これが単価をアップする、はい、今までのものを単価をもう少し上げるっていうことで売上高が上がります。どういうタイプ別の先生がどういう施策に向いてるかっていうのはお話しするんですけど、ここも割と上げやすいところ、先生によっては上げにくいっておっしゃる方もいらっしゃるし、いろいろ状況によってなんですけど、ここは割と手の入れやすいところです。で3番目が、リピート率を上げる、ないしは繰り返し購買してくださる可能性、数を上げるっていう、この3つ、新規、単価アップ、リピート、大体この3つなんですよ。はい。それでその業種業態によって3つバランスよくやった方がいい場合と、単価をアップすることを頑張った方がいい業態と、新規をとにかく増やした方がいい業態と、リピート率を頑張った方がいい業態とかね、あるんですよ。分かりやすいところで言うと、例えば結婚式ってリピート率増やすって言っても、確かに離婚してもう一回結婚するっていうことを考えるとリピート率増やせないことはないのかもしれないけど、こちらでコントロールできることじゃないじゃないですか。一回結婚した方に次に結婚するときにまた割引しますんでよろしくお願いしますっていうセールスってないですよね。だからそれはないですよね。で片や通販のもので長期的に体に例えば摂取し続けると地道にこう体の中から変わっていって、サプリメントみたいな、栄養食品みたいな形のものとかはむしろリピートで買ってもらわないと成果が出にくいもので、そうだと信じてくれる方が買ってくださるならリピートは必然的に上がっていくっていう、そういった類のものもありますね。業種業態によって性質が違います。で教室業の先生においては先生がどういう経緯をたどってきていて、顧客とのお付き合い、すでに古くいる方とのお付き合いがどういう状態で進んでいてということによって施策は変わるんですけれども、例えばこの3つをですね
頑張って同時に上げていこうっていうふうにした時に、2倍っていう数字はどういうふうに頑張れば2倍になるかっていうのを実際的に具体的な数字で表していきますね。例えば前年比の 1.3 倍新規を頑張ろうっていうふうにすると、まず 1.3 倍になりますよね。で、同じように単価も 1.3 倍ぐらい頑張ろうっていうと、それが 1.3 倍になっていきますよね。で、リピートも 1.3 っていうのが、まあなかなかにね難しいんですけど、1回来た2回来たっていう感じだから 1.3 っていう数字は現実的ではないんですが、まあ、1.3 っていう数字をね、じゃあ頑張ろうって言った時に、基本的にこの売上をどうにかしようっていう時の施策っていうのは掛け算なんですよ。だから 1.3×1.3×1.3 が 2.197 なんで2倍になるんです、単純に言うと。ということは、例えば2倍っていうことにした時ね、月の平均の生徒さんが10人だった時に ×1.3 にすると13人になるんです。だから2倍って言ったらいきなり20人にしなきゃいけないのかって言ったら、まず新規顧客を増やすか増やさないかっていうところを頑張ろう、まず 1.3 っていう基準値しようって言ったら3人頑張るですよね。これがじゃあ仮にねうまくいって6人増やせたって言ったら 1.6 倍になるんですよ。他のとこが少し下がってもどうにかなるんですよね。新規を増やしていく場合っていうのはまずはそういう計算です。で、次に単価アップ、まあ、どれぐらいの先生が多いかな、5000円ぐらい多いでしょうか。5000円かけ 1.3 6500円なので、まあ、ちょっとこれはね一般的な主婦の方とかを相手にしている 教室だとちょっと上がり幅が大きいレベルの金額になりますけれども、高い付加価値のあるような講座をリリースする場合には、そのジャンプ率っていうのは5000円が6500円なのか8000円なのかとかいうのもあり得るので、まあ、1.3 が1つ65っていうのが分かってたら、まあ、それが作れるかそれ以上のものは作れるかと考えると 1.3 倍っていうのはクリアしますよね。で、リピート率 1.3 倍、人間が 1.3 っていうことはないので1回の次は2回になるわけですよ。っていうことは1回が2回になるのを全員2回になったら単純に2倍になっちゃいますので、来る人と来ない人が混じっててもいいわけですよね。 1.3 っていうことはそのジャンプ率が1/3 30% 33.3333% なので1/3ぐらいとかがアップしてくれればいいわけですよ。だから3人に1人が2回来てくれればいいみたいな、そんな雰囲気が 1.3 っていうことになります。なのでそう考えると努力目標値が案外なんか届きそうとかって思いませんか。2倍とかいきなり言うとってことになるかもしれないけど、 1.3×1.3×1.3 なんですよ。なので私は例えば新規を増やすのがすごく得意ですって言って新規が2倍とかもしできるんだったら、そこで他のとこはそのままでもいいわけですよ。単価アップして新しい講座を作ってそこやっちゃおうって言ったら、新規顧客そんなに増えなくてもリピートとか、まあでも新しい金額のものは新規顧客かな、やっぱり、まあ、新規の方が新しくその単価で払ってくれる方が増えればそれで OK ですよね。あとはリピート率すごくいい講座があって、もう一回なんか来たい、あもう一回っていうか、横展開でもいいんですけど似たような講座に来たいっていう人を増やすっていうことで2倍とかすればそれでいいわけですよね。ですから一気に全部やみくもに増やそうとするから結構無理とか思っちゃうかもしれないんですけど、努力目標値はそれぞれを全部上げていくっていうふうにするんであれば 1.3 倍レベルでいいんです。だからそこまで難しくないんですね。で、じゃあ新規をね 1.3 倍増やすにはどうしたらいいんですかっていう話なんですけど、今までの活動、例えばブログを書いていました、インスタに上げてましたっていうことで同じような状態で制約してた率を、まあどこかのメディアが強いんだったらそのメディアに対して 1.3 倍以上の露出量、例えば2倍とか 2.5 倍とか3倍とかやったら増える可能性ありますよね。去年から今年に比べて頑張ろうっていう目標値として、なので全部を一気に薄く頑張るの大変なんで、自分にとってお客さんが一番入りやすいメディアに対して力を入れて2倍とか
露出量を上げてみるとかっていうのは一つの検証項目に多分なってくると思います。はい、で単価です。さっき言ったように5000円だった人が6500円になるので、若干厳しい部分はあるんですけど、例えば5000円のものはそのままに残しといて、1500円アップが 1.3 倍なわけですから、8000円の口座を作ってまた違う層をきちんと集めることができれば単価アップになっていくかもしれませんよね。はい、ということは今までのラインナップじゃない人を集めるっていう企画を作って単価を上げてその金額で集める。でこれがじゃあもしかしてうまくいって5000円だったの1万円っていうまた全然違う口座で全然違う層をもしも集めることができたら、その層に向かって集めていけばいいわけだから労力半分になるかもしれないですね、もしかしたら。なので、まあ、単価を上げるっていうのは高単価な商品を作れないかっていうのをちょっと考えてみるっていうところでも売上アップの方法の一つになってきますね。でリピート率ですね、リピート率も同じ人がそんなしょっちゅうは来てくれないですよっていう方いらっしゃるかもしれないですけど、日本ってラッキーなことにイベントごととか季節って結構いろいろあるんですよ、季節がね。そうするとその季節に絡めた企画商品をちゃんと作ることができて、しかも特別なイベントだから財布って緩みがちなんですよね。それよく秋冬多いですよ、ハロウィンもあるしクリスマスもあるし、まあ、なんなら2月とかバレンタインとかもあるしとか、まあ、4月はお花見とか、なんか適度にこう季節感があるイベントが世の中にありますよね。で世の中でそういう季節感のイベントを一番感じることができるのどこ見たらいいかっていうと、楽天とかヤフーとかの通販サイトとかがいち早く派手なバナーをつけてですね、その誘ってるわけですよ、いろんな購買意欲をそそられるような。でその流れにほとんど沿ったような形でイベントとかを組んでいくと、1回来てる人ってその月も1回来るって決まってるけど、イベントレッスンは高くても特別だから1年に1遍しかないから来る確率すごく高いですよね。1年に1度だから、特にハロウィンとかクリスマスはまあ24、25で2日あるかもしれませんけどね。でそういう年間スケジュールを組んで、よしここで新規の人もリピートの人も伸ばそうっていう企画をあらかじめ組んで、ちゃんと計画的にリリースをして集客をかけていくってやると、そこで売上が上がりますよね。去年それやっちゃったからもう大変ですっていう方になったら、企画をまた変えてさらに人数増やせないか、さらに高くできないかとか、やっぱ考えていくことになります。当たった企画があればそれと同じのものをアレンジするだけで売上って上がったりするので、全くゼロの人の呼ぶよりはもうある程度こう定例で来てくれる人がいてるようなものは、そこまで企画を一生懸命考えなくても毎回の定例でっていうことで来てくれる確率すごく高いです。ちなみに私も毎年10月31とかあるね、その団体さんのいつもこうやっているハロウィンイベントとかって、まあ、今年はオンラインだったんでちょっと参加できなかったんですけど、毎年その時期になるとやっているっていう定例イベントがあると、そのあたりそろそろお知らせ来るよねみたいな雰囲気で見てるんですよね、注意してね。だから何かこう定例で来るよねって思ってて待っててもらえるようなイベント組むっていうのも結構大事なことかなっていうふうに思います。なので1年のスケジュールを立てるときに、この3つの売り上げのコツですね、これを意識しながら、どこでイベントも投下するのか、どこで主に新規を増やしていくのか、新規を増やしていくのに合っている時期っていうのが、まあ、1月とか4月とか、まあ、ちょっと9月とかなんですよね。やっぱ新しいこと始めようかなみたいなところで、まあ、1と4が一番強いですけれども、でそういう時に新しい講座をやっぱりリリースしていくっていうのは、まあ、結構大事なことなんじゃないのかなっていうふうに思いますので、やみくもに2倍っていうと大変なんですよ。今まで20万だったのに40万大変とかなるんですけど、40万もずっと40万じゃなくていいんですよ。25万の時もあれば60万の時があったっていいわけで、年間通して平均的に2倍になればいいっていう長丁場で考える
癖をつけていただけるともう少し精神的にも楽になるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで本日のまとめです。教室業の売上高を2倍にする3つのコツ。1つ目、新規顧客を増やす。2つ目、単価をアップする。3つ目、リピート率をアップする。ご自身の教室の形態において一番やりやすいところから取り組んでいただくっていうのが良いかと思いますので、ぜひ頑張ってみてください。それでは。